皆さん改めましてこんにちは。ただいまご紹介いただきました山梨県の北杜市というところからやってまいりました、今野智晴と申します。よろしくお願いします。あ、ないですねまあよくぞね、この名もなき貧しき男をですね、お招きいただきまして、大塚さんと神谷さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。普通ですとね、やっぱり知名度の高い方、すでにこう本をいっぱい出している方とか、そういう人が講師にふさわしいんでしょうけれども、どこの馬の骨かわからない男をよくぞ勇気を持ってお招きくださったと、こういう感じで感謝申し上げます。時間があまりありませんので、どんどん進めたいと思うんですが、今日これから私が提案させていただく内容、そのなぜこういう提案が生まれたかということはですね、私のこれまでの、実は私ちょうど今70歳です。これまでの人生経験がやっぱりその影響しているんですね。私は16歳でもう、社会人になりまして、高校も定時制、大学も夜間、に行きました。で、卒業した中学校がですね、ヨドバシ中学校、新宿区立ヨドバシ中学校つってね、この小林せっちゃんは私の同級生です。彼は輝くばかりの秀才でしたけれども、私は非常に輝かない盆栽でございましたけれどもね。 でもありがたいもんで、同級生っていうだけでね、親しくさせてもらってますけれども、今度私は実は安保法制違憲訴訟山梨の原告団長もやっておりまして、今度専門家承認というのをこう尋問してさせてもらうことになるんですが、彼快く引き受けてくれまして、甲府地裁へ駆けつけてくれる段取りになっております。それから私はサラリーマン時代、宣伝広告、アパレルメーカーの宣伝広告の仕事を7年ほどやりました。それから、住宅 2x4 という住宅ですねを営業をやっておりました。そのあたりがちょっと市民活動をやる人間の中では異色かなと。私の北杜市、ここにオール北杜ってありますね、戦争法廃止を求めるオール北杜、これの私共同代表をしておりまして、もう一人、二人共同代表でいるんですが、もう一人代表今日来ております、田中はじめさん、紹介します。どうもよろしくお願いします。この二人が異色の、メンバーですよね、このオール北杜の中では。割とメンバーの中にはですね、元教員っていう方が多いんですけどね、とにかく元教員の方っていうのは人前でもよく喋れますし、弁が立つね。私と田中さんは異色ですよね、中にあってはね。はい、そんな私なので、余計こういうこれから申し上げるようなことを思いつくのかもしれません。そのあたりをあらかじめお断りをしておきます。先ほどご紹介ありましたように、今朝私5時に起きまして、6時にはこの交差点、五条田交差点っていうんですけどね、そこにでスタンディングをして、とにかく毎日ですから休むわけいかないですね。雨の日も風の日も大雪の日も、この交差点が雪で埋まった日もありました。そういう時も休まず立つということで、やっております。もうここまで来ますとね、休むのが惜しくてできないんです。途絶えてしまうね、もったいなくてできないっていう感じもありますね。嫌でも何でもとにかく行くと、熱のある日も何でもとにかく張ってでも行くという感じで続けておりますけれども、その私の原動力っていうのは何なのか、これもやっぱお話ししないとね、あいつは何が目的でやってるんだ、いろんなこと言われます。いずれ選挙に出るんだろうとかね、ゲスの勘繰りと言いますけどもね、そういうのあります、いろんなこと言われます。私は、実はですね、26歳の時に結婚して最初の子供を亡くしました。
で、まあ、この中に同じ体験をした方もいらっしゃるかもしれませんけれども、自分より先に子供に先立たれるというのはね、もう本当に身を切られるような悲しみなんですね。で、私は自分の子供が死に直面するかもしれないという情報にものすごく敏感なんです。だから戦争法廃止なんですよ。同じね、まあ亡くなっていい理由なんていうのはないかもしれませんが、同じ亡くなるのでもですね、戦争などという超くだらない理由で自分の息子を亡くす、4人いますけどね、息子がね、絶対嫌なんですね。もう本当にそれだけは勘弁してほしいと神様にお願いしたい心境なわけですけれども、なので私は毎日立てるんです。これは毎日立つということはね、一種の祈りみたいなもんですね。はい、息子たちが私より先に亡くなることはないようにという祈りですね。祈りがこういう行動になっているというふうにご理解いただければいいなと思います。決してあいつなんか裏があるんじゃないのって必ずみんな思うんですね。ありません。おもてなしっていう人がいますけれどもね、裏ばっかりだからね。私はなんて言えばいいんだろう、裏なし裏なしでございますね。表ばっかりでございますけどね。はい、そんなわけで、こういう感じで、毎日スタンディングをしております。それから、今日お招きいただいた、理由の一つ、大きな理由の一つで、先日の参院選ありました。私たちは、山梨は一人区ですのでね、野党共闘が成立しまして、この市木智子さんという方を、立憲民主、国民民主、共産党、それから社民党、みんな肩を組んで応援したんですね。で、自民党の森谷博さんという方が、まあ、18万4383票で当選して、惜しくも市木さんは15万飛んで327票で落選をしました。しかしその山梨の自治体が、まあ、いっぱいあるわけですけれども、その中で唯一北斗市だけがこの市木さんが勝ったんです。1万2000票対1万票でした。それで彼女が、北斗市だけで勝ったんです。なぜなんだ、というわけで、まあ、今日 お呼びいただいたわけですけれども、ちょっと字が細かいですね。これは、山梨選挙区の、投票結果でございます。見えるでしょうか。投票率がですね、山梨県内で北斗市が一番高かったんです。見えますか、60.14%。唯一 60% 台ですね。はい、この投票率の高さということも記憶しておいていただきたいと思います。唯一北斗市だけが野党共闘の候補者が勝った、そして投票率が山梨県内で一番高かった、この2点を覚えておいていただきたいと思います。そして、皆さんのお手元にあります資料、なんかね子供っぽい、表紙でございますけれども、これにもまあ、一つ、こんな感じよっていうのをね、こんな感じで、アプローチをしていかないといけないんじゃないのというね、何でもかんでも立派に難しくやるんじゃなくてね、こういう感じもいいんじゃないのって、こういう打ち出しもいいんじゃないのという提案ですね。なぜ北斗市だけが勝ったの、2019年参議院選、山梨選挙区でということで、その私が提案する内容の、まあ、理由をこれからまず先にお話ししますね。2ページ目、1ページ目か、これがね、さっきは表紙ですからね。
マスコミ報道うのびど世界ランキング日本は第1位と言っていいのか最下位と言っていいのか、数字の上からでいくと一番大きいんですけどね、70.2% の人が、マスコミ報道をうのみにしますね。何と申し上げたらいいんでしょうか。これを数字を出したのはですね、日本リサーチセンター、それからアメリカのギャラップ、それからノルド社会環境調査研究所とかね、それから新聞通信調査会とか、そういった会社からの出したデータを青山定一さんっていうね、方が取りまとめてこういう数字を出したわけですけれども、世界中で一番マスコミの報道を鵜呑みにしない国民、イギリスです。イギリスと日本、どっちが大人なんでしょうか。もう皆さんの顔に書いてありますね、答えは出ておりますけれども、まあそのことも一つ、私のがこういうことで戦った方がいいんじゃないのという提案にこういうことがつながっています。これも記憶しておいていただきたい。もう一つ次はですね、ご承知の通りの投票率の低さでございます。率で表されるとまあピンとくる人は来るわけですけれども、より人数で表すとね、余計ギョギョっていう感じなんですね。自民党に投票した人1765万人、投票に行かなかった人4922万人、これで民主主義が成り立ったら不思議ですよね。もうここですでにもう成り立っていないんですよ、実は。だからこの4922万人、約5000万人の人をどうやったら投票に行かせるか、行かせるかなんていうのはちょっとね、上から目線ですけれどもね、全部行かなくていいですよ、多分1割か2割、2割ぐらいが行けばいいんじゃないですか。例の民主党が政権を取った時のね、投票率って 70% ぐらいなんです。でその後、がっかりこいてしまって皆さんがね、投票に行かなくなった。それで今 50% ぐらいまで、約 20% をこうダウンしてるんですね。それが今の、自民党の連戦連勝状態を作り出しているんですね。はい。それでいよいよだんだん本題に入っていきますけれども、私は要するに先ほどアパレルメーカーの宣伝広告に7年いたという話をしましたけれども、物を売るためには、まあその消費者心理でありますとかね、消費者の動向でありますとか、そういうものを知らないといけないわけですけれども、果たして市民と野党は、なんてね、偉そうに言っちゃうと怒られるかもしれませんが、消費者心理ならぬ有権者心理、これをちゃんと分析してんのかなということなわけです。その物を売るという世界とね、その物を作って売るという世界と、選挙によって代表を選んで政治をきちんとやってもらうというこの世界と、僕はね、共通点いっぱいあると思うんですね。やっぱり闇雲に、正しいことを言ってりゃいずれ勝つんだみたいな話でやってたんじゃ、いつまでたっても自民党の思うツボでございますよ。皆さん、もう今の状況で市民と野党の戦い方を続けてほしいと自民党は願っていると思います。こういうことに気がついてほしくないと思ってますると思います。私はですね、政治に対する関心度、これをちょっと分類してみたんですね。で、A 層、政治にはあまり関心ない、あるいはほとんど関心ないという層なんです。次 B 層、少しは関心がある、新聞をねパッと見てもある程度理解できる、投票にも行くね。こうして C 層、今日いらっしゃる方は皆さん C 層です。
遊園地にあるシーソーではありませんね、シーソーです。最初ね、私これを逆にやったんです。 A 層 B 層 C 層ね、したらね、差別だってこう言うんですね。差別の匂いがするってこういう物事の本質と関係ないところでね、批判が出るわけですね。頭の固い人ってのはそういうもんなんですね。でしょうがないからね、逆にしたのね。政治に関心ない人を A 層にしたのね。まあ世間では よくね、 A クラス B クラスなんていうね分け方がありますけれどもね、これはあくまで便宜的な分け方なんですけどもね、そういうことを言う人もいるんですね、世の中ね。特にシーソーの中にはそういう人いるな。そういうわけでこういうふうに分けました。でこれあの正三角形の、を使ってなんでこういう形にしたかというと、量的な面も表しているんです。これわかります？なんだっけ、正三角形の面積って、一辺1辺を、まあ、全部同じ長さですからね、 A とすると A 次乗かける 0.43 つのがあの概略の面積の出し方らしいんですけども、それを使って計算してですね、あのとにかく今 50% の人が投票行ってないわけですから、そうすると B たす C は 50A は50っていうふうにこれ分ければその量的な面もある程度正確に出せるわけですよね。これつかないな。それで、これは量も表しているとこういうわけですね。あ、こっちかね。これが A 層、これ50全体の面積の約 50% なんです。だけど、またこれ言うと怒られちゃうんですけれども、私たちは果たしてこのシーソーに向かったアプローチしてんのかなという疑問が、ごめんなさい、すいません、もう最初に A 層 B 層やっちゃったからね、なかなか自分でさえも切り替えができてない。A 層に向かったアプローチができてるのかなという、私は疑問が湧いてきたんですね。というのは、これは山梨県の話だと思ってください。某、経産党の方が一番熱心に街頭演説してます。真冬の寒い時にですね、寒風必殺部なんとか橋の橋のたもとで、橋っていうのは大体あのこう、対岸のエリアと こっち側のエリアをつなぐ重要な道路でね、通路でね、そこに交通量が集中するじゃないですか。だから橋の、ところで、街頭演説するっていうのは賢いわけですね、通る車が多いから。その話を聞いていますとね、まあ難しい、しかもですね、一度皆さんもやってみてください。一体何秒でその演説をしている人の前を車が通過するか、10秒から15秒なんです。で信号待ちで捕まった人で1分前後です。その信号にもよりますけどね。それなのに5分とどまって聞いてないと分かんない内容を一生懸命喋ってるんです、ね、だから結果的にそこを通過した人でその人が言いたいことを理解できた人は一人もいないということですよ。で私それある時にね指摘したんです。したらね、私は真面目にやってますって言ってですね、不真面目にやってるって僕は一言も言ってない。論点が違ってる、食い違ってるわけですね、そこにもちょっと頭の硬さがありますけどね。これ山梨の話ですからね、神奈川の話じゃありませんからね。怒られないようにお断りをしておきますけどね。そんなところも私はその後ほどお話ししますけれどもね、あの A 層に対する働きかけ、これは投票率を上げるという意味において非常に重要なんです。 A 層の人の耳に届かない、心に届かない、響かない、そういう話をいくらしたところでね、無駄なんですよね。ところがね、
まあ、山梨に限らず皆さんもそうだと思いますけれども、日頃からもう政治にもう熱心で熱心で関心があってあってしょうがないっていうぐらいあってですね、頭がもう政治で煮詰まってるわけですね。だから出てくる言葉がね全部難しいんですね。で、仲間だけの集会とかあるじゃないですか。そういう時にね、山梨でも駅前で19日行動っつってね、甲府駅の駅前で集まって話をしますけれども、大体駅ですから人がいっぱい歩いてますよね。立ち止まって聞く人まずいません。だって喋ってる人がさ、その演奏に向かって喋ってないから、そこに集まった仲間にね向かって喋ってるんですよ。だから要するに俺たちがやってる運動は広まらなくていいんだと思ってないと思うけれども、言ってるようなもんでしょ。だってね、投票率を上げると勝てるのに上げようとしてないんですよ。要するにね、そういう意識がないんです。だからその時集まった仲間の中で喋って恥かかないように立派に喋ろうとしてるんじゃないでしょうかね。そういう感じが僕はしてならないです。はい、多分山梨に帰ったら石投げられそうですけどね。そうですね、次行きましょう。で、その三角形をですねまたちょっと書き換えてみました。この先ほど言ったの三角形をひっくり返しましたね。また重要なことなので同じような話を繰り返しますけれども、ここに愛ね、愛というイニシャルがありますね。高いで、こっちは低い。これは政治的な問題に関する、関心度ですね。高い低いね、これも差別用語かもしれません。で、愛はインテリジェンスね。で、E はエモーショナルっていうんですかね、エモーションっていうんですかね、感情的に動いてるよということでしょうか。だったら A 層に訴えるにはやはり難しい政策論であるとかそういうのではなくて、感情に訴えるような話し方をしないといけないんじゃないかなということですね。まあ、そういう意味においては山本太郎さん上手だと思いますね。彼はほぼ街頭演説なんかで戦争法、安保法とかね、原発の問題とかよりも、消費税とか、要するに自分の懐にこう関わりのあることを中心に彼は話してますけども、まあ、A 層に対する働きかけとしては大正解だと思います。一番こうなんていうんですか、分かりやすいと言いますかね。それからここね、繰り返しになりますけれども、C 層の方は C 層を意識しすぎて難しい話ばかりしていないか、もっと A 層を意識して難しい話を優しく話せないか、面白く話せないか、知性に訴えるのではなく感情に訴えられないか、ね、こういうことなんですね。井上靖さんでしたっけ、難しい話を優しく話せなんてね、なんか言ったことはありますけど、私はね、難しい話を難しいまんま話すっていうのはね、この難しい話を優しく話すよりは簡単なんじゃないのね。記憶力が良ければ大体喋れますよ、難しい話ってね。はい、そうなんですね。これは上の写真はこれもうほとんど見分けつきませんけども、国会前のね、デモというか集会の時の写真で、下は新宿駅の通勤ラッシュね。通勤ラッシュの中にいる人は政治的関心度低いよという意味ではありません。ですね、そうなんです。A層へのアプローチの仕方、これが重要だぞということですね。それから、先ほど来からの話の中にも
似たような話が出ましたけれども、彼を知り、己を知れば百戦危うからずと、ね、いうことです。もう釈迦に説法みたいなことで私も心苦しいんですけれどもね、私よりもはるかに人生経験も知識も豊富な皆さんにしゃべるわけですから、なかなか面の皮の厚さが必要ですけれどもね、まず彼を知ろうということでございます。まあ、この画面の文字が小さくて見れない方はどうぞお手元の資料同じものがありますのでご覧になってください。まず彼を知ろう。自民党の選挙戦略を分析する。全国で組織づくりを長年やってきているので固い支持基盤がある。支持基盤を活用して組織票を固める。毎回選挙のたびにこれをやるわけですね。まあ、どういうわけか、極めて簡単にこうスッと結束する、ね、まあ、横の皮の突っ張った人が多いということでしょうけれども、しかしながら一定程度に投票率が上がると固い支持基盤があるとはいえども得票数が不足し選挙に負ける確率が高まる。そのことを一番知っているのは自民党自身である、ね、だからマスメディアを使って棄権する人が増えるようにするわけですね。2番、固い支持基盤による得票数で当選権に踏みとどまるためには低投票率が絶対に必要不可欠になる。自民党にとって政権を維持するために必要なのは、まず支持基盤の票固め活動、次がマスメディアを利用して選挙ムードの沈静化、沈滞化を作り出させる。これが自民党による選挙の隠蔽化、ね、自民党圧勝の選挙予測を流して自分一人が投票してもしなくても何も変わらないよなという諦めムードを助長する世論操作を行わせ棄権者を増やし低投票率を実現する。投票日直前には自民過半数を超す勢いなどや改憲勢力で3分の2を超える見通しなどの誇大宣伝記事を無党派層にとどめを刺すように、かくして約5000万人もの人々が、投票所に行かなくなるのです。これが自民党のマスメディアを使った低投票率活動です。投票率が下がれば勝てる。一方、私たちのことですね、己を知ろう。彼を知ったなら次には、己のなすべきことを知る。一番、彼の選挙戦略が失敗するように動けばよい。当たり前の話ですね。自民はマスメディアを使って低票率活動をしていると判明しました。己は市民と野党が協力して丸メディアを使って選挙の可視化を行い投票率を上げる。投票率が上がれば勝てる。私がよくこれを言うとですね、投票率が上がったところで必ず野党に投票するって限らないでしょって、まあこういうごもっともだなと思いますけれども、先日のですね、日本共産党の志位和夫委員長が、共産党の97周年でしたが、あの記念講演での中で、こういうことをおっしゃったんです。その上で、野党の側にも努力すべき問題があると思います。日本経済新聞が選挙後行った世論調査によりますと、参院選の投票に行かなかったと答えている人に、複数回答でその理由を聞いたところ、政治や暮らしが変わると思えないと答えた方が 29% で1位となっています。その中でも重大なことは、安倍内閣を支持しないと答える人々の中で、政治や暮らしが変わると思えないという回答の比重が高く、トップとなっていることです。すなわち、安倍内閣に批判や不信を持っている人々の中でも、一票を投じても変わると思えないという思いから、
危険にとどまった人々が多数いる。この事実は私たち野党にも問題を突きつけているのではないでしょうかと。まさしく私の提案と合致するわけですけどもね、さすが C さんだなって思いましたね。シーソーってこっから来てるんですよね。そういうわけですね。次はですね、投票率が低い、なぜか。その原因は2つ。同じようなことを何回も繰り返していますよ。大事ですからね。自民党の選挙戦略が狡猾、ずるい。自分の固い支持基盤を生かすには低票率が重要であると知っている、知っているね。だからずるい手を使うわけですけども、マスメディアをコントロールして危険者を増やすという汚い手を使う。勝つためには手段を選ばず、勝つためには、マスメディアのお偉いさんをに寿司をおごる、ね、高級中華料理をおごる、ね、食事代なんて高が知れてますよね。きっとお帰りの際にはなんか紙袋持ってますね。あ、何が入ってるんですかね。あれいっぱいに札束入ってたらすごいね。想像しちゃいますけどね。寿司ぐらいで僕言うこと聞かないと思いますよ。これは想像ですけどね。はい、次、2番、市民、ちょっとね、これ全部映らない。市民団体および野党の戦略が狡猾な自民党選挙への対策不十分、自民党の戦略を突き崩す戦略を立てていない。どうしたら投票率を上げられるかの検討が不十分。正しい政策を訴えてさえいればいい。私たちは真面目にやってますよ、ね、それで勝てるのかと、こういうわけですね。すいませんね。全然平気ですよ。大丈夫ですか。なんかこれ久しぶりにこれ見て新鮮です。あ、このね、現物投影機ね、懐かしい。懐かしいね。僕アナログ人間なんだね。パソコンにね、パワーポイント入ってんだけどね、使えないの。先生、どうしたら投票率を上げられるかの検討が不十分。そして政治に無関心な A 層の心理分析ができていない。心理分析、これも言うと怒られるんだけど、 A 層の能力分析なんてね、偉そうに言っちゃいますけれども。そして選挙民市場のマーケットリサーチ不足ね、正しい政策を主張していれば勝てると思っている。政策論議は A 層には通じない。これまで通りの戦い方では自民党に勝てない。また負けますね。勝利への近道は市民メディアによる広報活動以外に方法はありません。つまり投票率アップ作戦以外に道はないのです。もしありましたらご教示ください、ね、開き直ってますけどね、ぜひぜひ教えていただきたいものです。これ以外に方法があればですね。それから、その、先ほど言いました C 層の、あ、違う A 層の、心理分析、状況分析といいますかね。道行く人々は外線を聞く心と頭の準備ができているの、ね、駅前で街頭演説しますね。通り過ぎる人は突然聞かされるわけです、話を。何の準備もなく、ね、しかも予備知識がそこへ持ってきて不足していれば、なおのこと何言ってるのか分かんない、そういう状況ですよ。にもかかわらずみんなやってるんですよ。それを何の不思議も感じずに。道行く人は駅前を急ぐ人、家の中で、まあ、候補者で回る場合なんかではね、家の中で家事をしている人ね、他のことで頭がいっぱいねという人にいきなり話を聞かせるんですよ、皆さん。そうでなくても日頃から政治に関心のない人が外線を聞く準備は普通できていませんよね。
そこへいきなり苦手な難しい政治の話が耳に飛び込んでくる。当然のようにうるさいなと思うでしょう。耳にシャッターがすぐパタンと降りますね。なんでそのことに気づかないのかな。だったらなんか、話し方を一工夫したらいいのではないかなというのが、まあ、私の提案ですけどもね、耳慣れたコント風に凱旋メッセージをリメイクする、軽快な BGM も入れて2人の対話形式による凱旋メッセージ、内容も難しくない簡単な内容の会話調でやるというのですが、どんなものかちょっと聞いてみていただきたいと思います。ねえねえ、7月21日は参議院選挙の投票日だって知ってる？もちろん知ってるわよ。期日前投票もできるのよね。へえ、そうなんだ。僕はじっくり考えて7月21日に投票しよっと。私は7月21日は予定があるから期日前投票に行くつもりよ。皆さん、7月21日は参議院選挙の投票日です。棄権しないで必ず投票に行きましょうね。あなたの一票で山梨と日本の未来が決まります。あなたの一票がとても大切な一票なのです。皆さん投票に行きましょうね。こんな感じなんですね。この BGM って大事なんです。時にはね、ちょっと政策的な話もしなきゃいけない局面もありますのでね、まあ、ただそういう時でもその内容が理解できない人でもこの BGM が後ろに流れていると、あの人たちだなってこう分かるんですね。これは、鍋貞のオレンジエクスプレスという曲ですけどもね、必ず私たちはこれを後ろに入れて流すんです。はい、今のなんか全然政策も何も入っちゃいませんよね、要するにその選挙があるよという選挙の可視化、これが重要なんです。私の恥ずかしい経験を打ち明けますとね、私は30代、家には練り替えるだけの金曜戦士でした。投票日の夜9時ごろニュースつけて、あ、今日投票日だったんだ、行くの忘れちゃった、ね、そういう不真面目な人だったんですね。だけどね、家には寝に帰るだけの金曜戦士ったらもうそんなもんですよ、今選挙はましてやね、国政選挙なんて選挙区少ないでしょ。地方選挙はね、一つの選挙区に20台ぐらいね、もっとかな、選挙カーが走りますから選挙が嫌でも可視化されてしまいますけれども、マスコミが報道しない、選挙カーが少ないっつったらね、まず選挙があることを認識できません、関心のない人は。だからこれを北斗市には今、候補者が、7台あるんです。まあ、一応山梨県では一番広い面積なんですけどもね、人口は4万5000ぐらいかな。そこへ7台の候補者がぐる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 回るんですね。で、とにかく選挙があるということを触れて回るんです。まあ、私はその結果が山梨県で一番高い投票率につながっていると思っています。まあそんなようなことですね。それから、時間は大丈夫かな。大丈夫ですね。あと20分ぐらいでね、はい。それで、これも一部繰り返しになりますけれども、どんなふうにしゃべるのということで、会話帳ね、友達同士の会話帳、柔らかく優しいコント帳、 DJ 帳、ジーパン普段着、ラフ共感し合う会話
というようなイメージですね。一方 NG なのは演説帳、固く難しい演説帳、スーツにネクタイ、上下鎧兜、ご立派、説得しようという圧力感、ね、これは NG だよと、こういうことなんですね。例えて言えばですね、同じことを言うのでもこれだけ違いがあるんですね。会話帳の方はですね、これ、男女の会話でやるわけですけども、いやー、昨日はびっくりしたね。どうしたの？バレバレの憲法違反のさ、戦争する国まっしぐらの安保法制ってのを無理やり作っちゃったんだよ。ね、で一方はこうですね。皆さん、昨日安倍自公政権は国会において安保法制を強行採決しました。ね、この違いなんですね。もう喋り方自体でもう耳のシャッター降りちゃう人は降りちゃいますからね。なんか難しいこと言ってるなという感じでしょうかね。そして、広報者の走らせ方、さっきは、交差点を通過する車の例を出しましたけれども、市民メディアは、候補者で走りますのでね、時速30キロで走るというのが一応目安というか原則なんですね。で時速30キロで走ると1分に500メートル進むんです。と鈴木さんのうちを基準にまあ考えますとね、この候補者が鈴木さん家の前まで来るに500メートル1分かかるんですね。そのメッセージをですね、大体1分ぐらいで作るというのが大原則なんです。皆さん長く長しゃべるのがお好きでしょうけれども、ぐっとこらえて1分。ね。そうすると鈴木さんはですね、大体候補者の音声って500メートルぐらい届くんですよ。何言ってるか分かる程度に聞こえるんですね。それで今度通り過ぎてまた500メートル走るんですね。するとこの鈴木さんはあらなんか言ってるわってこの時点で気がついてこう2回聞くわけです。すると耳に入んじゃないのというまあ推測ですけどね。一応こういう計算で作られています。だからメッセージが1分、しかもあんまり難しい話をしない、極めて、だからこれを批判する人がやっぱりいるんです。中身がねえじゃねえかってね。だけどね、シーソーさんと違ってエーソーさんはね、中身じゃないんですよ。中身濃くしたって YouTube 見ないだろうな。中身濃くしたって理解できないんですからね。はい、アナウンスの仕方はアナウンスは1分前後に収める、演説帳ではなく会話帳で行い BGM を入れると、こういうことでございますね。で、マイカーを広報車にするための機材ですけれども、このスピーカーセット、これがですね、7万いくらだったかな。それで、車の屋根にこういうルーフキャリーをつけて、その上にスピーカーセットをつけるわけですけども、このルーフキャリーがだいたい2万円ちょっとですね。ですから両方合わせると総額で約10万円かかるんですね。だけど日本を戦争する国にさせないために、安倍政権を倒すためにね、僕は安い投資だと思います、ね、ぜひ奮発してください。これが一つのハードルですけども、その前になんとね、情けない話じゃありませんか。ごめんなさい田中さん。自分の車の屋根にスピーカーを乗せるのがえらいこっちゃと。そうですか皆さん、やっぱりつけるとこ想像してみると、やっぱりうちの奥さんもね、スピーカーが乗ってる車にはあまり乗りたくないって言ってました最初は。でも今は平気で乗ってます、はい、慣れるんです人間ってね。そんなわけですね。それで今日はですね、これがオール北斗の広報者部隊、広報者チームね。
この時はですね、これは3年前の参院選の時ので、今回はね、実はもう慣れてきちゃって写真も撮らないっていう状態なんですけどね、この1台の候補者に2台の軽トラックを搬送させるということをやりました。で、軽トラックに前だれ、横だれ、後ろだれ、誰だれ、ね、それから旗を立てる、ね、特にあの田園風景の中にはこの軽トラの眺めがよく合ってまして、地元の方も親近感を感じて非常によく手を振ってくれますね、反応が良かったです。はい、軽トラの場合はですね、あの軽トラの屋根にスピーカーをつける場合もあるんですけれども、もうこんなルーフキャリーなんてなしでダイレクトにネジを穴を開けて取り付けちゃいます。それで今日はですね、あの今ワンセット、中古ですけれどもちゃんと音が出るセットを持ってきましたんでね、今日今ここでよし俺の車の屋根につけようじゃねえかという人がいたら差し上げます。どうぞ。男はいねえか、女はいるか。決断力ないねえ。私免許返上しちゃったんで。返納しちゃったの。あらま、車がない、ね、いらない、誰か仲間にいない。まあもうしばらくいますから、あの考えてください。あのまあ後でね、一晩考えたらやる気になったとかそういうのでもいいですから、連絡をいただければ差し上げます。今日はとりあえず持って帰ってね、お送りしますのでね。車で来ました、ね、持って帰るのかわいそうだと思う人はもらってくれない？家に飾せちゃダメよ。まあ、お勇気ある人がいましたね。僕はね、これからはね、やっぱり女性の時代だと思ってます。あのね、県知事候補、それも勇気があるね。あのね、とにかく選挙に出る勇気とかね、これを屋根に乗せる勇気がなければね、安倍政権倒せません。お遊び半分ではできません。本当ですよ。そうだと私は思います。まあ今の状態が安倍政権は続いてほしいと思ってるでしょうけどね、本気の市民が登場したら困るなと思ってると思います。はい、本気の市民がいた、よかった。はい、ありがとうございます。持って帰らなくて済んでよかったよな、うん、というわけで終わりまして、どうぞ質問。はい、どうも大変刺激的なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。